マソ。マソは、航海漁業の守護神として、中国園海部を中心に信仰を集める道教の女神。孫号としては、側天武功と同じ天功が伏せられ、最も地位の高い神ともされる。その他には天臂、天上聖母、娘か,かがある。台湾、福建省、長州で特に強い信仰を集め、日本でも、音立花姫信仰と混交しつつ広まった。 親しみを込めて、マソバー、アマなどと呼ぶ場合もある。天上聖母、天日上場、綿積み、上場、マソ菩薩などとも言う。カカの音は、寒音、母、ご音、モで、マの音は、寒話時点にはない。マと読む、他の語の例としては、アマがある。マソは壮大に実在した管理の娘、木娘が神となったものであるとされている。木娘は、 県高志元年、九百六十年、京華軍保田県備州島の途順、林素直の六女として生まれた。幼少の頃から、再起間髪で信仰心も扱ったが、十六歳の頃に人髄力を得て、村人の病を治すなどの奇跡を起こし、通県霊女と呼ばれ、崇められた。しかし二十八歳の時に、父が海南にあゆくへ知れずとなる。これに悲嘆した。 木娘は旅立ち、その後、ガビ山の山頂で千人に誘われ神となったという伝承が伝わっている。なお、父を探しに船を出し遭難したという伝承もある。台湾連邦県にある、マソ島、麻生列島、現在の南竿島とされる二木娘の遺体が打ち上げられたという伝承が残り、列島の名前の由来ともなっている。 マソ信仰の盛んな石膏省の長山群島、長山市には、札山、落花山がありと会祈願の神としての観音菩薩との集合現象も見られる。もともとは天竺南方にあったとされる札落山と同一視された。マソは千里岩と純風寺の二神を脇に突き従えている。この二神はもともと悪神であったが、マソによって長伏され改心し、以降、 マソの神ながらとなった。マソは当初、航海など海に携わる事柄に利益があるとされ、福建省、長州など中国南部の沿岸地方で特に信仰を集めていたが、時代が下るにつれ、次第に万物に利益がある神と考えられるように言った。歴代の皇帝からもマソは信仰され、元清祖の第1281年には森国明諸天比に、 新代後期二十三年六百八十四年には天皇に封じられた。マソを祀った病が天日宮、天皇宮などとも呼ばれるのはこれがゆえんである。また、秋夜には帝和の遠征によりインドネシアにも信仰が伝わり、現地の女神ラットキドルにもなった。マソ信仰は福建省、長州の商人が活動した宴会部一帯に広まり、東北の信用や 河北の天津、縁大、沈太王をはじめとする多くの港町に麻祖病が建てられた。こうして広まった麻生信仰であるが、中華人民共和国政府は、迷信的、非科学的な活動の温床と捉え、厳しく規制した。特に文化大革命期にはほぼすべての病祠らが、破壊され、信者も迫害されたが、改革開放の進展とともにこうした規制は、 次第に曖昧になり、80年代終わり頃から病祠らの復興が黙認されるようになった。香港、マカオでは文化大革命の影響をほとんど受けなかったこともあり、一貫して民間信仰が盛んである。各地にマソを祀った天候病あるいはカカカク病があるが、中でも香港の赤柱、スタンレーの天候病、マカオのカカカク病は有名で、 観光名所ともなっている。マカオの地名の由来は、このカカカク病、ン東語マークミウ近くで、ここはどこかと尋ねた、ポトガール人が地名と勘違いしたことによると言われている。香港では他に、地下鉄の駅名になっている、ドラワンの天候病や、盛んな生誕祭を行う、元明の天候病も有名である。香港の島地にある、天候病は、埋め立てによって、 海岸からかなり離れた位置になってしまったものが多いが、仏道門天候病のように、未だに船で行かないと容易に近づけない海辺にあるものもある。仏道門天候病は、俗に大病とも呼ばれ、1970年代までは、ビクトリア湾で生活していた、丹民の産経でにぎわい、車工病、文部病、機大戦病と並んで、香港の四大病とされた時代もあったが、現在は、 訪れる人も少なくなっている。台湾には、福建南部から移住した、開拓民が多数存在した。これらの移民はマソを祀って公開中の安全を祈り、無事に台湾島へ到着したことを感謝し、台湾島内にマソの病補らを建てた。このため台湾ではマソが広く信仰され、最も台湾で親しまれている神と評されることも、多い。台湾最初の神立ての、天皇宮は、 台南市にある大天候宮であり、国家一級古跡に指定された。この麻生信仰は、日本統治時代末期に、台湾総督府の方針によって一時規制された。なお、台北最大規模だった天候宮は1908年に、台湾総督府により撤去され、代わりに、博物館、現国立台湾博物館が建てられた。日本統治の終了後は、 再び活発な信仰を呼び、新しい病祠コラも数多く混流されるようになった。なお、毎年旧暦の3月23日は、マソの誕生日とされ、台湾全土のマソ病で盛大な祭りが開催されている。マソは、日本在来の船玉信仰や新華麗玄関と結びつくなどして、各地で信仰されるようになった。江戸時代以前に伝来、作成されたマソ像は、 南薩摩地域を中心に、現在三十例以上確認されている。江戸時代前期に、新より来日し、水戸藩二代藩主、徳川光国の地遇を得た、東ずまさつき新古が伝えたとされる、天日神の像が、茨城県水戸市の祇園寺に祀られている。また、それを模したとされる像が、北茨城市天日山の音立花姫神社、大洗町の音立花姫神社、 天日神社、おみたま市の天清寺にも祀られている。青森県大間町の大間成神社には、天日末祖大権年が祀られている。元六九年に、大間村の名主、伊藤五左門が、水戸藩から天日、麻生大間に遷座してから三百周年を迎えた1996年、平成八年も、毎年海の日に、天日祭が行われている。この大間神社は、 台湾のマソ信仰の総本山である、ウリン県の北高町天宮と島妹宮である。2000年、平成12年以降、長崎市の長崎ランタンフェスティバルにおいて、長崎ネットワーク市民の会の企画運営で、マソ行列が行われている。幸福寺にマソをお迎えすることで、祭りが始まる。また、沖縄県宮江市町港川にある、宇多き、との船宇多きは、 かつてその地に難破した中国の貿易船の船員が建てた祠であり、魔祖が祀られている。なお、安茂教は日本統治時代の台湾に生まれた新道系の新宗教の一つである。その教義は日本のアマテラスオミカとカカネーが同一のものであるとするもので台湾における民間宗教を取り込み、その教家を図ったものである。2006年、 平成18年3月17日、横浜市に横浜麻生病が落計。2013年10月13日、東京都新宿区大久保に東京麻生病が安座式典。歴史的に中華文明の影響が強く、また華人も多く住むベトナムでも麻生は天皇、ティエンハウの名で親しまれている。19世紀には関東系移民の多いチョロン、現在は ホーチミン氏の一部有名なバー天校が建てられた。同じくチョロ論には了解感、またの名を感音があり、これもマッソ信仰の寺院である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。